はい、ネクストヴィンテージ TV の時間です。今日はですね、リサイクルストアであるセカンドストリートをですね、少し、いろいろ店舗に巡ってみたいと思います。本当に、今大人気でセカンドストリートっていうのは、全国でも700店舗以上あるというね、もう本当に今古着界の、大手になっている、会社なんですけども、今日はね、いろいろ古着をちょっと見ていけたらなと思います。今日はですね、もう本当にもうラフな格好でですね、このように、ホカオネオネのリカバリーサンダルに、グラミチのパンツといった本当にラフな格好でちょっと、服の方をいろいろ見ていきたいと思います。では早速行ってみます。次は2軒目になります。では、早速行ってみましょう。こちらの店舗でいい出会いがあることを祈っています。次はですね、セカンドストリートではないんですけども、カインドという、こちらもね、ブランド品の古着の、リユースショップになります。こちらもね、結構、比較的価格が安くてですね、たまに掘り出し物があるので、こちらもね、ちょっといいものを狙っていきたいと思います。はい、最後はですね、おなじみのセカンドストリートになります。ここでね、ちょっと最後なんか古着系のいいアイテムがゲットできたらなというふうに思います。今回購入したアイテムになります。一応セカンドストリートの方が、3店舗、あとカインドの方が1店舗回って、計4店舗回ったんですけども、最終的にこの4着を購入しました。すべてですね、カインドで購入したアイテムで、セカンドストリートの方ではね、ちょっと、1つも収穫はなかったっていうことで、4店舗回って4着なので、の収穫かなっていうふうな印象があります。ちょっとね、簡単に1つずつ見ていけたらと思います。まず1点目、こちら、ジャクソン・マティスの、フットボールシャツですね。本当に、ちょっとヴィンテージ古着っぽい雰囲気がある、アイテムなんですけども、よくこのように手書きで書いてあるこのタグっていうのが結構有名ですよね。でプリントに関しては、こちらフェルトなんですけども、このようにクラック加工というかね、ひび割れ加工がされていて、かなり本格的な、古着っぽい、かっこいい T シャツかなというふうに思って購入しました。でこのようなね、本当にヴィンテージ古着っていうのも結構探してきたんですけども、なかなかなかったですね。もうほとんど、あっても値段が高かったり、なんかいい商品はなんかほとんど買われているのかなっていうふうな印象があって、ちょっとね、セカンドスイートの方ね、残念な印象がありました。次に2点目なんですけども、こちらチャンピオンの T11 になります。本当にチャンピオンの、アメリカ製の、アイテムで、定番かと思うんですけども、こちらは、ハワイ大学ですね。一応サイズの方が、M サイズで、カレッジロゴなんですけども、もう本当に T11 っていうのは私は10着以上持っていて、カレッジロゴで言ったら、イエールであったり、UCLA であったり、ダートマスとかね、いろいろ持ってるんですけども、なかなかこの、白ボディにこのグリーンの文字っていうのがなかなか可愛いですよね。本当は、このチャンピオンのね、88ボディであったり、古着 T シャツがあればよかったんですけども、今回はね、1着も見かけませんでしたね。こちら復刻なんですけども、価格の方も2000円ちょっとで結構お買い得に購入することができました。次に3着目なんですけども、こちら、スティーブン・アランの、半袖シャツになります。一応ですね、こちら、L サイズで、ボルドフィットって言って、結構ボックス大きゆったりとしたボックスシルエットが楽しめる、形になっているんですけども、なかなか本当にコンディションも良くてですね、中のタグを見るとですね、わかるかな、このような感じで本当にタグも結構綺麗で、ユナイテッドローズって書いてあるので、ユナイテッドローズで販売されていたアイテムなのか、もしかしたら別注アイテムなのかもしれません。結構ね、このブラウン系の、カラーで、生地感がですね、本当に薄くてさらりと羽織れる、全然真夏でも問題なく着用できるような感じのシャツなので、これからちょっとね、重宝しそうだなというふうに思って購入しました。結構価格の方も安くてですね、スティーブ・アランっていうのはね、昔とても人気があったんですけど、最近はあんまりなのですかね、わからないんですけども、結構お買い得に購入することができました。最後にですね、こちら、サンスペルの、薄手のニットになります。タグもですね、こんな感じで、サンスペルって言ったら、ビショップなんかでね、取り扱いがされている、ブランドなんですけども、結構薄手でさらりとしていて、きれいめな感じのニットなので、私あんまりこういうものをね、持ってなかったので、これからの時期にはね、ちょっと、着用は難しいかと思うんですけども、この秋冬に、他にもね、ジョンスメドレーのカーディガンなんかも持っているんですけども、ちょっとね、きれいめな感じの、服装をしたい時に着用できるアイテムかなというふうに思います。
なんかね、コンブレザーの中に着用してもいいですよね。結構まあ綺麗めで、これもお買い得に購入することができました。セカンドストリートの動向についてなんですけども、初めにもねちょっとお伝えしたんですけども、今やですね全国に700店舗以上って言って、まあ、本当に急速に拡大しているような印象を受けます。っていうことはですね、まあ、今とても古着っていうのが需要があるっていうことがわかるかと思います。でね、今、まあ、あのコロナ感染拡大とか、まあ、ロシアの、ねウクライナの戦争などで、まあ、不景気ですよね。なので本当に新品のアイテムが売れない、まあ、新品って言っても高いアイテムですね。ユニクロとか GU などは、まあ、あの例外なんですけども、なので、まあ、皆さん結構良い商品を中古で安く買いたいという心理が、まあ、起こっているのではないかなというふうに思います。なので結構あの本当に幅広い年代の方がメルカリなんかもね利用しているのもそうかと思うんですけども、まあ、今回セカンドストリートに行ってみて、本当にどの店舗も結構駐車場はいっぱいだったんですね。まあ、かなり売れ行きが好調であるっていうことがわかるかと思います。セカンドストリートに置いてある商品についてなんですけども、まあ、今回セカンドストリートは3店舗もあったんですけども、総じてですね昔に比べて価格が上がっているような印象を受けました。結構な、まあ、強気の価格設定で、まあ、本当に通常 の、 あの古着屋さんともなんか同じぐらいの同等かそれ以上の価格がついているものも結構多く見られました。それはですね、今までセカンドストリートっていうのはだいたいどんな商品でもあの買い取りっていうのをしてくれてたんですけども、今はですねコロナの影響で海外への輸出っていうのが結構難しくなっているっていうところがあって、まあ、店頭であの在庫を抱えてしまうことをちょっとね防ぐために買い取りできない商品が結構増えてきています。で、まあ、いい商品がね店頭に入ってきても、まあ、今回みたいにお客さんが本当に多いんですね。なのでいいものはすぐに買われてしまうっていうところがあるかと思います。でこのような傾向はあの街の中心地にある、セカンドストリートに特に多い傾向かと思いますので、私は、まあ、そんなにねセカンドストリート頻繁には行くことできないんですけども、まあ、郊外にある、お店を何軒か、回るようにしています。で商品の探し方についてなんですけども、私は結構ブランドコーナーではなくてノンブランドコーナーを結構、よく見るようにしています。ノンブランドコーナーって言ったら本当に500円とか、900円とか、まあ、1600円とか、まあ、だいたい2000円以下で購入できるものが多くてですね、そのあたりに結構あの80年代とか90年代の古着アイテム、まあ、アメリカ製のアイテムがあったりだとか、中にはね本当に結構ヴィンテージのミリタリーだったり、そういうものが紛れていることがあるので、そういうのに出会えたらラッキーだなっていう風な感じで私は商品を探しています。で、まあ、今回ね、まあ、大きな収穫はなかったんですけども、まあ、このように宝探し感覚で、セカンドストリートをね巡ってみるのも面白いかなっていう風に思います。ということで今回は、セカンドストリートを、ちょっとね何軒か回って宝探しをしてみたっていうテーマでお話をさせていただきました。またよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。